はい、こんばんは、中央競馬予想 Y 氏の馬券のコーナーですと、今朝はですねデイリー杯の予想をしたかったんですが、すいません、僕ちょっとバイクで事故ってしまい、ちょっとそうですね、はい、ちょっと警察に行ったり何やりしてまして、午前中はちょっと完全に時間を潰れてしまいですね、デイリー杯の予想はできませんでした。ですね、まあ、この本で予想を立ててるんですが、この本の書いてあること通りに選んでれば外枠の2頭で、選べた内容でした、はい、デイリー杯ね、まあ、買ってないんで当たってないんですけどね、はい、動画もアップしてないんで本当かどうかっていうのは怪しいところなんですけどね、はい、あと武蔵野ステークスが、生まれんでしたけど当たってましたね、なんで3連複にしなかったんだろうって話だったんですけどね、同じ10点で1000円だったんでね、いやね、生まれんと3連複で配当が全然違いましたからね、片や約2000円と片や3万円ですからね、いや乳首3つ分ぐらい違いますよねって意味が分かんないよ惜しかった、まあ、当たる時ってこんなもんだよね、こんなもんだわ、頑張ろ う、はい、改めまして、あ、バイク怪我はなかったです、はい、車、相手車こすっちゃったんでちょっと保険が効くかどうか心配ですけど、はい、効くと思いますけどね、はい、明日の、福島のメインレースですね、第11レース、第50回福島記念の予想をしていきたいと思います、よろしくお願いいたします。一番人気の連帯率3割、生まれん平均配当は90倍を超えると荒れるレースだということで、今一番人気になっている名将ナルトですが、この馬、3走前に、福島、同じ福島で行われた、七夕賞ですね、勝ってますが、まあ、その時は逃げ切って勝っているんですが、ですが、ですが、その時よりも、筋量が 1.5 キロ重い57キロだということで、これはちょっと僕は軽視していいのかなと思っております。まあ、小回りだからね、逃げ切れる可能性もあるんですけど、同じ小倉でね 57.5 キロ、背負って、まあ、ミドルプレスでね、里野ノブレスとマーティンボロに刺されてますんでね、ちょっと怪しいところですね、ということで僕はちょっと名称なるとは買わないです。で、ハンデ55キロ以上の過去の実績は成績不振と、まあ、ここで言うと、中山ナイト、ダイワファルコン、ダイワファルコンは、2年連続この重賞、勝ってますんでね、で、どうだろう、七夕賞確かに、同じコースで58キロを背負って名将ナルトには負けてるんですが、今回名将ナルト 57.5 キロでね、ちょっと重くなってますんでね、むしろ逆転はあるんじゃないかなと思います。まあ、ダイワハルコンね、休み明け鉄砲2003で、まあ、2勝してるんですけど、前回その
3ヶ月休養明けて、七夕賞ですね、負けてしまったんですが、2走目、叩き2戦目もですね、1102と相性はいいですので、鞍上もね、2年連覇した、川瀬くんに、戻りますんで、ちょっと期待をしたいかなと感じはしております。っていうか、もうなんかもうすでになんか印打ってもよくねっていう話し方をしてるんですけど、で、連帯数は5歳馬が多いが連帯率は3歳馬が高いということで、唯一の3歳馬、ウィンマーレライが出てきてますね。福島はこの馬2勝してます。未勝利の 1800m で、1勝でラジオ日経賞で1勝してます。まあ、前走ね、毎日王冠は、休み明けで、まあ東京とかね新潟っていうのは上がりの勝負になるんですね。まあ先行する馬にはちょっと合ってなかったでしょうね。はい、これも押さえておいていいかなという感じはしております。はい、で、1600万勝ち直後の馬と G1 ボンソーバーが狙いというのがあるんですが、ステップがね、1000万勝ち直後の馬っていうのはおりません。1走2走前に1000万勝って、オープン戦ハンデで負けて大敗して、ここに来たっていう馬は1頭だけいますけどね。あとは G1 ボンソーバもこの中にはおりませんと。はい、で、もうちょっと印の順位20丸とか丸とか、黒三角とかっていうのはちょっと特に決めてないんですが、さっき挙げてました大和ハルコンですね。やはり、福島記念、同一重賞3連覇かかってますんでね、でまあ人気している名将ナルトが今回 57.5キロ、斤量が 0.5 キロしか変わりません。で、まあ叩き2戦目は1102と、まあ来るか来ないかなんでしょうけど、鞍上も、川瀬くんに戻りましたんで、ここは、まあ1着2着あるんじゃないかと思っております。でさっき言った、ウィンマーレ台ですね、叩き2戦目は初なんですが、福島で2勝をしています。まあ先行する馬なんですけど、斤量もね、手軽な54キロで、まあ確かに毎日王冠では負けてはいるんですけど、まあ展開が向かなかった。小回り、まあ外枠なんですけど小回りで、そうですね、軽量ハンデなら、2番と3番で追走で、やっぱり外の方がもう4回4日目か馬場は伸びるんだと思いますからね、いいところ通って、2番手3番手あ2着、馬券圏内ですね、入るんではないかと思っております。あとはそうですね、ムーンリトルレイクですね。新潟は1100と相性抜群で、あ、新潟じゃない、福島ですね、は相性抜群です。で、2走前の福島テレビオープンで1着で、1,2,3,4,5 5走前の福島民放杯オープンで、2着としています。まあね、前走がね札幌記念使っての、12着大敗、
でしたからね、まあ札幌記念っていうのはすごい豪華メンバーが出てましたんで、そこでまあ毎日王冠と同じように、G1 って言ってもいいようなメンバーがですね、参加してきてる、レースの中で、まあ、大敗はしましたけど、先行してですね、粘ったのかな、それはちょっと分かんないですけど、ちょっと見てないんでね、レースね、まあ、敗れはしましたけど、そういう強いところで揉まれて、立て直しての、ここへの挑戦ということでね、得意コースで、馬券に絡むんではないかと思います。まあ、どこを映してた、あとは、やっぱり年を、やっぱり、アルマテコですね、ここは押さえておくべきでしょう。やっぱり、福島は1101と相性はいいですし、和田龍二ジョッキー、和田龍二ジョッキーはあ勝ててないな、あ勝ててないというか初騎乗か、初騎乗だけど、まあ大丈夫かな。まあ貯めれば切れる馬ですからね、小回りでもですね、まあコース巧者ということでちょっと抑えたいと思います。あとはどっちだろうな、当選ジャガーかフラアンジェリコか、当選ジャガーかな。福島はまあ3着1回、着外1回っていう感じですが、いや違うな、ごめんなさい、フランジェリコにします。まあ、中山の小回りでずっと、前線をしてきています。で、東京では大敗、まあ、ダートだったんだけど、その後、函館力のいる馬場で、まあ、中段から差してきての1着っていうのがあるんですけどね、その後はハンデ戦で大敗をしましたが、これは距離でしょう。まあ、坂のないコースでね、右回りの小回りだと、また適距離だと、としたら馬券圏内来るんではないかという感じがしてますんでね、中山でずっと前線してますっていうのがね、一個その押すポイントかな。まあそれぐらいしかないかな。はい、以上ですね、このことで、勝負をしたいと思います。買い目どうしよう、生まれんがいいかな、当たるんだったら3連服とか言って、まあ、結果的に今日は3頭入ってたけど、どうかな、どうするか、でもちょっとここは大きいの狙いたいんで、3連服腹じゃないって、なんで腹と書くんだよ、3連服で3番6番9番11番15番の5頭の、ボックスで、勝負をしたいと思います。はい、ちょっとデイリー杯は予想できなかったんですけど、昨日エリザベス女王杯の予想も上げてますんで、
そちらもご覧いただけたらと思います。まあグダグダな、まあ、飲みながらのグダグダの、はい、予想ですが、何でも、しょっちゅう見に来ていただけていることは本当に、感謝をしております。ありがとうございます。よろしかったらですね、チャンネル登録をしていただけたらと思います。そうしていただけたら、酒井はとても喜びます喜んだからって何さっていう話ですけどね、何があるかっていうと何もないかもしれないし、何かあるかもしれないですが、いや何もないかな、はい。そんなグダグダでお送りしておりますが、今後ともどうぞよろしくお願いって、よろしく、あ、感じたよ、よろしくお願いいたしますと。明日も僕は仕事です。皆さん、お休みの方はぜひ良き、日曜日ですね、お過ごしください。では、本日もご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。